エコです。ヒメカです。ピンクラテティー瓶始まるよ。イエーイ。今日の企画は私たちのカメラロールを特別に公開したいと思います。イエーイイエーイイエーイレッツゴー。行かないよどこにも。せーの、どうぞ。なんかのカメラロールから公開したいと思います。ストップってね。ストップ。ちょっともう一回言って、せーの、ストップ。そんなに気になる？面白い？これ、なんか不思議。可愛いですね。なんか行ってきゅんが出てた人、友達に送ったの。すごい平成がいっぱい。平成のグミですかね。平成グミ。どれがいい？どれがいい？もう一回ストップって。ストップ。これ最近ですね。名前なんて聞かなくて、名前って言ってたの。この俳優さんにすごいハマって、端っこいで、それで動画をこっちウサギの方も可愛くない？これは何のドラマですか？分かんないけど、お母さんが送ってくれたの。はい、ストップですね。ストップ。これも最近の方ですね。これはここ二人が、ここ二人が自己肩だった。そうしたい。これはピカッてのモデルになって初めての撮影。ふめかのお気に入りの写真を紹介します。どれだろうか。お気に入りの写真、友達との写真とこかな。これとか、なんか韓国のもの、シールはピティさんにもらったやつで、左下のやつはウィゴーで買ったヤクルトのグミ。そうで、ここは撮影のケータリングにあったやつ。これ結構お気に入りかな。あとニコロンとか、109のニコロンとか、飛行機のこの辺の写真とか綺麗。うん、アリアのクマのやつとか。かわいい。写真は何だろう。2218。おお。やばい。やばい、ね。結構友達との写真とかお気に入りかな。あるかな。これとか、この辺の友達。友達だけの写真とか、あと好きな YouTuber だったり TikToker だったり、芸能人の写真を保存するのが癖で、芸能人とか、有名な YouTuber の写真が結構ありますね。あとみんなのプリクラとか、そんな感じです。でもそんな見られたらダメなものとかはないかな。おぎママ。仲いい5人でペアガニ、ラインのアイコンをペアガニしようっておぎママの写真にしました。すごいですね。そんな感じです。次はエコちゃんのカメラロールで紹介、公開。すごい、なんか見えない。じゃあ言ってもらいましょう。じゃあエコのカメラロールを紹介していきます。ストップ。待って、一番最初の写真みたい。一番最初はオフィスですね。エコプチのこと、かわいい。見せていいかわかんないけど。変わったものとかない？ストップ。写真あんまり変わったもの。旅行行った時に、なんか置いてあって遊んで。かわいい。ちょっと待って、これなんで保存したんですか？部屋が。友達になんかお空にしようって言われて。なんやねん。でもお空にしなかったけど。とりあえず保存したみたいな。なるほど。この辺はどこですか？ベルシカの渋谷ですね。こう
家ですか？これは自宅ですね。食べ物の写真とか。おお、うん。あ、見たい見たい、こんなに。かわいい、ミニオンのコスプレ。友達と。ユニバ？ユニバ。かわいい、かわいい。インスタ映え。かわいい自撮りがいっぱい。何の写真が一番多いですか？ニコプチの撮影とか、オフショットとかです。一番最新のやつは？昔。何これ？なんか、また TikTok 見せてもらった時に、面白いなって思って、授業中友達に自慢しながら描いてた。これ、ちかいことも描いてた。え、すごくない？なんだっけ、これ。レッツゴーくん。レッツゴー。友達の俳句になんか人の絵描いてって言われて、これ描いて、え、かわいい。レッツゴーっていうなんかフレーズでこの子描いて、なんかレッツゴーくん。友達かわいい。え、これ描いて友達の俳句に描いたの？かわいい。思ったのと違うって思ってると思う。描いてって言われたから、まあ、うん、全然ね、あれだね、変わったものはないの。全部かわいい。こんな感じです。変わったものとかないかな。友達の自己画ならいっぱいある。で、送られてくるんですよ、 LINE で自己画が。あ、初めてこの2人で撮りました。そう、似てるってよく言われて、ゆめこは普通にゆめこ似てると思うんですけど、えこちゃんがめっちゃ否定するんですよ。似てないですよ。似てますよ。え、なに今の。だから本当に似てるみたいな。ちょっと見てみよう、鏡で。眉毛の形全然違う。鼻似てないですか？まあ、リップの色違うけど。鼻似てません？髪型が一緒の時とかちょっと似てるっていう。確かに。はいはい。カメラロールはいかがだったでしょうか？特別ですよ。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。